2022年10月14日は、新橋と横浜の間に鉄道が開業して、150年の日。1872年に開業したその歴史の軌跡を、東海道線の一部区間を乗ってたどりましょう。厳密には旧暦で言うと1872年9月12日なんですが、細かいことはさておいて。というわけで、1日の乗車人員が46万人にも上る東京駅の10番線にスタンバイ。6月23日に40歳になった東北新幹線を走る、E5 系が止まるすぐ下です。なんて言っているうちに来ました。東海道線 E231 系の1000番台。上の東京ラインからの直通列車、熱海行きですね。東京から熱海までは、約 4.6 キロ。その間、武蔵、相模国の車窓から見えるドラマを、じっくり堪能しましょう。グリーン券は確保しているので、快適移動が保証されています。ボックスは正直微妙、ロングは車両次第の E231 系ですが、グリーン車であればそこそこレベルの、安定した居住性を確保できます。ちなみにこのグリーン車の座席は、天竜工業囲いと、どっちかのメーカーが作ってます。この後これを取りに行ったこともあり、今回は三島までの切符とさせていただきます。普通に行くとまあ高いので、戸塚での分割で。というわけで東京を発車。ここから新橋、品川、川崎、と止まります。新橋横浜間の開業は1872年、新橋神戸間の開業は1889年ですが、東京駅の方の開業は1914年と、ちょっと遅め。新橋駅からしたら、てめえ後から開業したくせに何大先輩ずらしてんだ、って感じでしょうか。しかし鉄道開業100周年を記念して、機関車が飾られた SL 広場で有名な新橋駅。新交通システムも同時にやってくる駅なので、時代工作がものすごいことになってますが、新橋の街並みを50年以上見守り続ける C11 機関車のもと、新橋駅は貫禄を見せつけています。あの汽車は東京じゃなくて姫路で活躍していたんですけど、それはさておき、列車は1964年開通の東海道新幹線と並走します。よく見ると小玉号、30分に1本の小玉号と並走するのは少しレアな気もしますね。普通列車グリーン車からいくらマウント取ろうったって、あの新幹線にはかないません。向こうと同じように、こちらにも Wi-Fi やコンセントが欲しくなるところです。E237 系東海道線車両の導入を待ちましょう。さて新橋東京間は東海道線にしてはかなり駅間が狭く、わずか 1.9 キロ。そのため、接近放送は特にせず、最初に乗り換え案内までまとめてやっちゃうのが特徴的ですね。でこの新橋駅ですが、もともとは今とは違う位置にあったようです。今の新橋駅より300メートルほど東に位置しており、そこは今、鉄道歴史展示室になってます。新橋かっこ汐留ともつくし、今の汐留駅付近にあったのかな、というのは違いまして。1914年に東京駅が開業した時に、もともと烏森駅だったところが新橋に名前が変わり、元新橋駅は汐留駅に名前が変わり、貨物駅に。それからバブル直前の1986年11月、廃止に。要は、貨物に移って、新橋から汐留に。そういうわけで、現汐留駅とは無関係です。次は、品川。さて次は品川。1872年6月12日に、鉄道が仮開業した区間が始まります。10月14日の方が本開業で、それまでの間に川崎などの途中駅が完成していきました。なおイギリス人モレルや大隈重信らのもと行われた工事は、本当に難航していたようで、海の上に鉄道を通すというものだったといいます。150年越しに聞いても、ドラえもんの世界か?と疑うほどの怪文書ですが、もともとここら辺は陸軍にとって、訓練をするにあたり重要な土地でした。つまり、何が鉄道だガキ、兵力こそ正義だ、といった具合で、猛反発を受けていました。西郷どんの反発に辟易した大隈重信らは、海に鉄道を通すことを決定。まあ、いけそう、って感じで採用され、そのまま着工に移り、無事開業。それで高輪菊堤という堤防が作られました。長さはおよそ 2.7 キロと長い上、カーブしています。その美しさは鮮やかな木版画、錦絵にも描かれたものでした。でも大正時代に東京湾が埋め立てられるとともに、その建造物は地中に姿を消してしまいました。それから時が流れることおよそ100年、あの高輪菊堤の遺構が見つかったのです。ちょうどサンライズ塔が止まっている車両基地の向こう側、高輪ゲートウェイ駅付近です。高輪ゲートウェイ駅付近はまあ立地が立地なので、開発する気満々だったんですが、高輪菊堤が土から生えてきたので、日地も察地もいかなくなりました。ユネスコの諮問機関で、世界遺産の登録判断を行うイコモスが、開発やメチクリー、
ていったくらい、要は世界遺産クラスの遺構です。当時の日本の近代化、帝国との協調の点で超重要。一応一部は残すという方針で動いていますが、どうなるでしょうか。高輪ゲートウェイ駅。さてもう間もなく品川駅。ここでは鉄道唱歌をアレンジした発車メロディーが流れます。ちょっと用を足していたので、品川の素材、取り損ねました。速達列車なのでバキバキ飛ばします。次は神奈川に入って川崎、北品川という地名してるくせに品川駅より南にある地域を駆け抜けます。品川区の北に港区があって、品川駅はその港区にあるんだからそりゃそうですが、あれが東京総合車両センターらしいです。ホームドアの都合で縦帯にされた山手線 E235 系がたくさん眠っています。そんで鎌倉時代から、大井の庄、と呼ばれ、親しまれたことに名前が由来する大井町駅を通過。そして地面通りの名前の由来を持つ大森駅を通過。ほんで取り損ねたのですが、入谷台西公園の C57 機関車も見えました。66号機の方は公園のシンボルになっていますが、180号機は磐越西線のシンボルになってます。貫禄のある車両は、就任中もリタイア後も、やはり輝いて見えるものです。東海道線はそのままの乗りで蒲田も通過。1日の JR の乗車人員 14.5 万人、21位にも上る巨大駅。東急池上線と玉川線の叫びは、中距離列車には届きません。その次がいよいよ川崎なのに、止まってられないです。玉川を渡ろうとすると東の赤い気候市、京急線の線路がお出ましです。そんな東海道線を嘲笑うかのように、空には黒い雲が。デッドヒートの雰囲気で言えば100点ですが、動画の見栄えで言ったら雨で赤点になりそうな予感です。案の定、もし上を向いて歩いたら、天から目薬を食らいそうな天気になっちゃいました。さて次はいよいよ横浜。これで初海洋区間を走破ということに。厳密には今の桜木町駅が昔の横浜駅に当たるので、走破と言えるかは微妙ですが、でも新橋横浜の同区間を走る列車は、開業時はほんの9往復、そのくせ53分もかけており、さらに切符購入は10分前締め切り、その切符も今で言えば最低5000円はしたので、今や1日400往復、かつ480円で行ける現代を見ると、受け入れられたもんだなぁと思います。定時運行もきっちり守られており、日本の鉄道の凄さが改めて伺えますね。さて鶴見直前で横須賀線などの線路と合流。こっから横須賀線の線路と並びます。でもこのタイミングで並走することは、経験上あまりなかった気がします。そのまま、わかりやすく橋が架かっている旧東海道と一緒に鶴見川を渡り、鶴見を過ぎて鶴見線の線路をまたげば、すぐ京急線と並走。向こうには花月園遊園地、競輪場が潰れてアイデンティティを失い、2020年に花月園前から花月総持寺に名を変えた駅が、曹洞宗の大本山も、やっとじわじわと流しられる時がやってきました。そしてこの地域の名物、京急とのレース、ピントが低気圧でサボっていますが、エアポート急行の逗子葉山行きでしょうか。接戦だったんですが追い抜かされてしまいました。さすが時速120キロの飛行士、京浜東北線の快速にも現れています。快速のくせに遅いんだからケトが笑う資格なんてな。東神奈川の有地線や、京急の新町検着が見えてきたら横浜。なんか地獄みたいに雨が降ってるんですが、遅延しないでしょうか？今日仮開業に合わせた6月12日に撮ってるのに、あります？こんなこと、コスモパニックの非常口以前に、私が非常にパニックになります。横浜到着。初代の横浜駅が桜木町駅にあり、移転したってことは言いましたが、今の横浜駅は3代目です。2代目は今の高島町駅付近。どんどん北に移転していきました。昔は東急東横線が3駅とも通っていたのですが、2004年の港未来線開業ついでに廃止に。でもブルーラインは通ってます。地下鉄なので、それっぽさはないですが、でその移転理由ですが、初代から2代目は輸送の円滑化。初代横浜でのスイッチバックがだるいがゆえ、通過とか代替停車とかの措置をとっていました。例えば、横須賀線の保土ヶ谷駅。あちらももともとは東海道線の代替停車駅の対象でした。それを解消すべく、東京駅リスペクトのデザインで1915年に建った2代目ですが、
1923年の大震災の影響を受けまして、再度の移転を喰らい、現在の位置に。ついでに東海道線の線形も、移転と同時にめきめきまっすぐになりました。紆余曲折はあれど、今の位置で完全に落ち着いています。さて次は都市化。10分くらいかかる上、線形も微妙なので、ちょっと長く感じる区間です。ここから神津までは、1887年に開業した区間です。いつもは、だるいかも、と感じる区間ですが、今回は実にスリリングです。雨知って紫が一番、雨やばい、っていうのを表すんですが、もはや床にぶちまけた毒のごとき広範囲に、大雨で、お前もう船降りろ、とか言われないか非常に不安です。とりあえず今のうちにグリーン車の恩恵は受けときたいので、コーヒー飲んどきます。グリーン車にはグリーンアテンダントさんによる車内販売もあるので、使いようでは、東海道線の中では間違いなく一番快適な区間です。そういうことです。この絵もグリーン車内で描きました。乗り入れ路線だけで見たら横浜の介護館、戸塚駅に到着。でも戸塚アナモールをはじめとした施設は整っており、程よく暮らしやすそうな街です。鉄道商家では、ようこすうか勇気は乗り換えと、ようばれいておるうる欧風なのを、と歌われていますが、今は横須賀方面に関しても、戸塚で乗り換える方が楽です。はるかに。さて次は欧船。根岸線の行き先で見ることもある、鎌倉市の駅です。根岸線は、開業の検討自体は大正時代からされていたのですが、実際の大船までの全通は1973年とだいぶ遅め、それも当初は京浜工業地帯の貨物メインの路線、ですが立地で言ったらとても良いので、住宅がボンボン立ち始め、今はもっぱら、旅客輸送を担う存在になっています。そんな根岸線は、大船で完全に終わり、東京品川を共に走り、鶴見からも線路を並べてきた横須賀線とも、ここ大船で本当にお別れです。で横須賀線が敷設された経緯も、少し貨物が絡んできます。というのも横須賀には、軍艦や兵器の製造や修理を行う、海軍工廠という施設があります。実際、横須賀海軍カレーなんかは聞いたことがあるかもしれません。そうした意味で、軍事需要を見込んで建設された路線だったようで、でも時代が進むにつれ、観光や通勤の色が濃くなる路線に、それに伴って、横須賀線はおぞましいほどの混雑に。もちろん東海道線も例外ではありません。そんな中、横須賀線と東海道線のルートを分けちゃおうという SM 分離が行われます。特殊思考の世界だったら欲求不満になりそうなネーミングですが、このネーミングは須賀線の列車番号末尾の S と、東海道線のものの M から取ってきたものです。ま、今乗ってる列車の末尾の文字を見ても、M が使われることは少なくなりましたが、とにかく、そうした歴史が、横須賀線と東海道線を取り巻いていました。通勤ラッシュは軍隊のごとき過酷さなので、実質、軍隊、の一単語でまとめられそうな路線ですか。さっきから雨か何かでピントが終わっていますが、向こうには E259 系成田エクスプレスも、大船が交通の要衝として栄えていったことが伺えます。その次が藤沢。人口が右肩上がりで、もうじき万のくらいで死者誤入すると50万になりそうなし、この藤沢と大船の間に村岡新駅を作ろうという計画が、着々と進められています。具体的にはかつての国鉄湘南貨物駅付近。ここを軸に開発を行うようです。開業は2032年予定。だいたい10年後ですね。近辺に工場があるので、少なくとも通勤にはちょうどいいと思います。駅間で行ったらどうして？とは思いますが、これも犠牲なのかもしれません。まるで稲村ヶ崎の海に潜った後のごとく、ぐじょぐじょになった窓から望むは小田急の線路。鉄道省から、なんで井ノ電とルート下部線だよ教えはどうなってんだ教えは、と言われたために、藤沢でわざわざスイッチバックする構造になっている、不思議な線路です。今年のダイヤ改正では藤沢で系統分離が行われ、スイッチバックする便は激減してしまいましたが、さて次は辻堂。小ぶりな方の駅ですが、藤沢総合計画2020という都市開発計画のもと、巨大工場の跡地を利用して宅地開発、産業発展を目指していった、なかなかやる地域です。驚いたことに、乗車人員はお隣茅ヶ崎よりも多いです。こうして見るとあっちの大便便は案外、いい判断だったのかもしれません。元から通過駅4駅しかなくて、勝手、呼ばわりされてたのでいるかどうかで言ったら、でしたが、ちなみに辻堂駅はかつては信号所だったのですが、地元民の熱意でっていうか請願で、1916年に無事駅に昇格しました。
は茅ヶ崎です。The next station is 茅ヶ崎 JT10。 さて次の停車駅は茅ヶ崎。大回り乗車の限界地点ですね。相模湾にもろ面している茅ヶ崎ではもちろんのことしらすも有名ですが、サザン通り商店街やサザンビーチなどとあるバンドの聖地にもなっている場所です。ここまで来たら名刺をぼかす必要性ねえだろって。ゲシュタルト崩壊の防止ですよ。まあとにかく湘南地域の中でも他とは違った海の売り出し方ができる地域です。なお湘南地域といえば湘南クッキーが有名で、東海道線車窓北側辻堂付近からも自販機が見えますが、食べたことがないので紹介に留めておきます。誰か私に餌付けしてください。列車は湘南相模統括センターの横を通ります。元茅ヶ崎運輸区、かつて湘南ライナーなどを務めた215系や元相模線車両の205系がいるイメージですが、今やすっかりメンツが変わってしまいましたね。せっかく湘南ライナーの話に触れられたので、ちょこっと湘南ライナーでも振り返りましょう。湘南ライナーは東京、新宿と小田原を結ぶ、客席需要重視のライナー列車でした。他路線の場合は回送列車の活用って場合が多かったのですが、やはり東海道線は別格。わざわざホームライナー専用のダイヤを組んでしまいました。ほうよほうよほうよ会社の故障体だった社畜にとっては、嬉しい列車だったことでしょう。そんな一パー5系や215系などによって支えられてきた湘南ライナーでしたが、常磐、東北、横須賀線などでは特急統合や列車消滅などで、ライナーは下火になっていきます。東海道線も例外ではありません。こちらは特急湘南に格上げされる形で、ライナーが消滅することになりました。この流れは、別にライナーで夜遅くに帰らなくてもよくない？っていう社畜脱却の流れだったり、2004年からグリーン車が通勤通学定期プラスグリーン券で乗れて、グリーン車も大幅に値下げされたり、2006年の113系の東海道線引退に伴い、グリーン車が大人数の2階建てに統一されたり、要は、グリーン車が強い選択肢になった、っていうのが一つの要素になっているのかなと。でもグリーン車に客席故障などありません。そんなわけで湘南ライナーはまだ人気でした。後押ししたのはチケットレスサービスの拡大なんじゃないかなと思われます。電車指定席とすることでただ乗りを防いだり、車内の検察を省略したり、とにかくそうした流れで、湘南ライナーは特急湘南に格上げされたのかと思われます。あとついでに客単価も高くできます。あとライナーから特急に昇格しても、横浜通過芸は伝統として守られました。相模川を渡れば、いよいよ平塚。神奈川県民が飲む6割くらいの水が、富士山を源流とするこの川から来ています。今日が雨だからか、それとも下流にいるからか、大井川以上に広く見えます。こういうクソデ川は、関所みたいな役割を果たさせるのにはうってつけです。そんなわけで、渡し船が数多く行き来するようになりました。浮世絵にも、馬乳川、今の相模川での渡し船が、三代目歌川広重によって書かれました。江戸時代には物資を運んだ相模川、昭和時代には逆に物資が運び出される相模川になります。大正時代からぼちぼち相模川では砂利の採取が始まり、昭和時代にはそれがピークに。というのも砂利は建設資材として注目されていたんですよ。それで砂利を砂利砂利取りまくり、洪水は減ったけど環境がバブル結果に。それで1964年、砂利を取ったらダメということになりました。でも開発が伝統を生み出すことだってあります。今流れている発車メロディーは、聞いての通り、七夕様のアレンジ。これは湘南平塚七夕祭りの知名度を上げるべく採用された発車メロディーですが、この祭りは戦後、平塚の商業を盛り上げようという経緯で始められました。商業の盛り上げにふさわしい活気が人気を呼び、今では日本屈指の七夕イベントになっています。箱根駅伝の中継所以外にも、ものすごく重要な役割を担っているのです。ほんで次は大磯。そろそろ都会の喧騒を離れたことを実感できる区間に入るかも？快速アクティはこの次の二宮も合わせて通過します。確定確定言われていますが、14キロノンストップなので、この区間は好きでした。今では東海道の中では影が薄いかもしれない存在ですが、昔は宿場町として栄え、ついでに松並木も植えられていたそう。この松並木はただ、来た、すごいね、って役割だけじゃなくて、自分が今どのあたりにいるのかを、把握する目印にもなりました。江戸時代に GPS とかマップアプリとかあるわけないので、後で述べますが、この先には難所があるので、そこに挑むという点でもモチベにつながったことでしょう。大磯ら辺からは海に近づくので、頑張れば相模湾が見える、気がします。まだ、見える気がする、程度ですが、二宮、神津ら辺ではちゃんと見えます。次は、
二宮です。なんかまた雨がひどくなってきた気がしますが、次は二宮。もともと落花生などを栽培していた二宮町ですが、ここ最近、湘南オリーブを特産品にしてみようという動きがあるようです。瀬戸内付近、とりわけ小豆島で有名なオリーブですが、日照時間、降水量、土壌も二宮近辺ではクリア。今後も栽培とか販売とか、そうした面から名産品にしていくみたいです。二宮町はオリーブの町になるでしょうか？私は早見も小道さんを呼んで、町中をオリーブオイルでひたひたにするのが一番手っ取り場。二宮駅では、町が菜の花の名所であることをアピールするために、歌詞に、ナーノーハーナーバーター KE2 というフレーズを含む、おぼろ月夜の発車メロディーを採用。東海道線の JR 東日本管内は、ご当地メロディーが多くて楽しいですね。次が難読駅名、構図。ここから小田原市に入ります。気象庁や神奈川県は、この小田原市伊勢の海沿いを、清少としているみたいです。構図からはもともと東海道線と名を冠していた、御殿場線に乗り換えることができます。それで御殿場線がなぜ東海道線としてお約5年になったかというと、純粋に勾配が急で、増結離合を繰り返し、スイッチバックもあり、運行が大変だったから、大動脈でありながらそれはさすがにきついので、重い腰を上げて丹那トンネルに着工。1934年開業。16年もかかり、犠牲者もたくさん出ましたが、結構なスピードアップを実現。となると、別に御殿場線っていうほどは重要じゃなくね？となります。というわけで1944年の資材が不足する戦争真っただ中、御殿場線は不要不急線に。それでレールが一部剥がされ、単線に。レールは他路線に転用。かつては聴取用路線だったのに、なんとも言えない転落劇です。というわけで構図到着。たまーにここ止まりの列車もありますね。ここ構図駅は海までわずか200メートル。そのため、ちょっとの頑張りでも海が見えます。早川、根府川付近の海もいいですが、チラリズム的海もなんだかいいものです。ちなみに構図の地名の由来は、律令制時代、相模国の港として栄えた。つまり、相模国府の地として栄えた。そこから構図って名前になった。ってところから来ているそうです。難読ですが、理由がわかれば割と単純ですね。さて次は鴨宮。あっちー最後の通過駅。小田原の手前、って印象が強いです。強いっていうか、ほぼ 100%。っていうと最寄り駅の住民が泣きますか。この構図と鴨宮の間には、清少貨物駅なるものが存在していまして、まあもちろんのこと生産物資を乗せる貨物駅だったんですが、今はその役割は廃止。現在は貨物や公衆輸送の堆肥に使われているみたいです。もともとあったホームはレジャー施設になってます。具体名を出すと謎の規制受けそうなので、各自ググってください。次は、小田原です。The next station is 小田原 JT16。 その次が小田原。湘南新宿ラインの限界地点ですね。でも思っていたほど小田原止まりは多くないようです。昼間は湘南新宿ラインと合わせても毎時2本くらい。でも構図と小田原の間がまず毎時5本なので、それで小田原駅が多く見えているのかも。鴨宮を出てすぐ、東海道53次にも描かれた酒和川を渡ります。この酒和川で、行き別れの兄弟路線、東海道新幹線と並んで走ることも、東海道で、この先の箱根が体力的な難所だとしたら、酒和川は天候的な難所です。言い換えれば運ゲー。酒和川にはもともと橋がなくて、渡れるか否かは橋渡しの手腕にかかっていたんですが、雨が降って水深が高くなると川止め、つまり通行止めに。旅人は酒和川の水深が浅くなって渡れるようになるのを、現代人からしてみればクソゲーの動画広告を消費するかのごとく、とにかく、進められるようになる時を待っていました。当時の旅人にとっては、そうした意味で、相模地域は超難所だったのでしょう。一方で小田原の立地が、小田原名物、蒸しかまぼこを有名にさせたという側面も、小田原は海が近く魚もよく取れ、水も酒和川を見てわかる通り豊富で、かまぼこを作る場所として適していました。また、小田原っていうとちょうど箱根越えの手前ということで、旅人らが何か買っていこうとします。魚丸ごと抱きかかえて箱根越えすると魚が痛むし、何より人として狂ってるので、保存が生魚よりは効いて、持ち運びにも最適なかまぼこを買っていく人が、魚心あれば水心、二つともあれば大名心なのか、参勤交代ついでに買っていく大名も、そんな人流にも救われて、小田原はかまぼこの地として栄えたのでした。
で小田原提灯はたくさとコンパクトさが売りの提灯で、箱根越えにはうってつけ。駅の改札口にも、でかい小田原提灯がぶら下がっているのが見えますよ。最近市議も、小田原提灯をぶら下げてしまったようですが、さて次は早川。ここから一旦は東海道とお別れします。もうちょっと東海道に寄り添いたい方は、小田原で箱根登山鉄道線に乗り換えましょう。で、東海道線はいよいよ毎時3本の絶景ゾーンに突入します。この小田原熱海間にはかつて、神社鉄道が通っていました。人が客車を押すというもので、この区間のものは、武装神社鉄道って言ったそうです。ソビエトロシアでは、客車が人を押す。で、この神社鉄道ですが、狙いはもちろん、温泉地熱海へのアクセスを向上させるもの。以前までは険しい道をカゴで6時間、だったのが、開通で4時間まで短縮されました。経費は安く、運賃は高くといういいビジネスだったのですが、いかんせん大変。急な上り坂では、お客さんまで車両を押すということもありました。環境には優しいのかもしれませんが、温泉行こうとしている人には全く優しくないです。やっぱ普通の鉄道しか勝たんということで、軽便鉄道に切り替えることにしました。芥川龍之介の作品、トロッコ、にも、その工事の様子が描かれていますね。この軽便鉄道の開通で、3時間くらいの所要時間にまで短縮されました。しかし現実は非常。関東大震災の影響で、線路が途切れる結末に、国鉄熱海線も同区間で開業を推し進めていたこともあり、もういいや。ってことで復旧は断念。結局、国鉄熱海線にその座を譲ることに。やはり国鉄は強い。そして現在は東海道線が、同区間を25分足らずで結んでいます。やはり、科学の力ってすげえ。と思う次第です。というわけでまず、港に日本一近い JR 駅と言われている早川駅に到着。2分くらい歩けば小田原漁港が見えてきます。行ったことがあったような気がするのですが、あいにく写真がありませんでした。次は、根府川です。いよいよ東海道線内屈指の絶景、関東の駅百選にも選ばれた無人駅、根府川。早川と根府川の間では、意地でも海側に張り付いた方がいいです。西湘バイパス、そしてその向こうには雄大な相模湾。東海道線らしい景色の豊かさを味わうことができます。これは余談なんですが、昔この辺を歩いていた時、みかんの無人販売が行われていた記憶があります。暖かい気候、火山灰特有の水はけの良い土壌など、温州みかんを育てるにはうってつけの場所。そんなわけで、小田原のみかんは県内第一位を誇っています。って話をしていたら、鉄道写真で有名な石橋付近を通り過ぎましたね。海をバックに、何かしらの車両が橋を渡る。って写真、見たことあるかもしれません。まさにあれです。あれ撮ってサムネイルにしようかと今思ったんですが、写真も時間もないです。一体どうなることでしょう。さて次は真鶴。かつては快速アクティは小田原の次が真鶴だったのですが、2004年に減便を補うためか、すべての快速アクティが早川と根府川に停車。相対的に地味な目で見られるようになった？かわいそうな駅です。ところで真鶴町は、神奈川県内で2番目に小さい町で、わずか7平方キロメートルしかありません。あ、一番は海西町です。そちらは 6.5 平方キロメートル。そんなわけで小さな真鶴町ですが、トンネルを抜けて真鶴半島に入ると、一面に広がる住宅地や、その奥に広がる海など、美しい景色が、源頼朝は石橋山の戦いで敗れた後、この海から阿波に船出をしたと言われています。めっちゃ離れてるかと思いきや、60キロくらいしか離れてません。陸路で行くと200キロもあるのに。その次が湯河原。三崎口駅を差し置いて、神奈川県の最南端にある駅です。南に直線距離で700メートルほど行けば、もう静岡県境。そんな湯河原町も熱海市に負けじと、横浜から60分の温泉街、として地域をアピール。この湯河原町も源氏ゆかりの地で、頼朝が船出する前に身を隠したとされる。人との岩屋、があるそう。駅からは超遠いですが、気が向いたら、湯河原到着。ちょうどあの LCD に、人との岩屋の紹介が出てきてますね。あれもともとスクロール式 LED でしたよね。いつの間に変わったのでしょう？次は、終点、熱海です。次がいよいよ、家康が愛した湯の里、熱海です。ヤンデレ並みの愛がゆえ、病気の将軍のために、熱海から伏見城へお湯を取り寄せた逸話も、坊ちゃんだったら、あ、この愛、深い、とか言いそうなこと、彼は熱海温泉を好んでます。そんなわけで熱海到着、最後駆け足になっちゃいましたね、申し訳ない。
以上、JR 東日本の東海道線を見つめ直す動画でした。各駅に思いを馳せながら、ぜひ東海道線に乗ってみてください。ここまでのご視聴お疲れ様でした。終わります。